全線走破、国道339号、パート3、2022年版。国道339号は、青森県弘前市から東津軽郡外ヶ浜町に至る一般国道です。パート3では、青森県道43号五所川原車力線交点から青森県道111号権現崎線終点までを走行します。それでは、行ってまいります。
全線走破、国道339号、パート4は青森県道111号権現崎線終点から走行します。